3月24日土曜日、北勢町にある賀茂神社で三桑祭と上棟式が執り行われました。まずは三桑祭。これは山から降りてきた田んぼの神様に今年初めて桑を入れる田畑を守ってもらい豊作を祈るお祭りです。そして清らかな気持ちで心を込めて舞いたいですと話していた別名と新街地区の児童4人が乙女の舞を優雅に舞いました。また太陽に感謝し力強く舞う朝日舞も奉納されました。そして再建中の本殿の上棟式では宮大工の棟梁が樹字文と呼ばれるお祝いの言葉を読み上げていました。本殿再建の胸毛をあぐる喜びをここに得たり。続いて引き綱の儀。クレーンなどがなかった時代には宮大工の手で胸毛を上げていました。その様子を再現し訪れた皆さん全員で掛け声に合わせて綱を引きました。そして土打ちの儀です。間近で見る機会が少ないこの厳粛な上棟式に参加した小高春幸氏子総代会長は、本殿建て替えは何百年に一度のことなので、それを見届けられるのは大変嬉しく光栄ですと話していました。賀茂神社の三上光雄宮司は、秋には千座祭のほか春光祭もあり、稚児行列や餅投げも予定されていますので、多くの人に集まっていただき皆さんでお祝いしたいですと話していました。